今月5日の筑後川花火大会の花火玉が原因で弓道場が全焼となった久留米高専弓道部がおよそ2週間ぶりに練習を再開しました。久留米高専の弓道場には現在内部に立ち入ることができないため、弓道部は久留米市から提供された久留米アリーナで練習を行っています。今月5日、筑後川花火大会の花火の一部が久留米高専の弓道場に直撃し、内部が全焼しました。その後、昨日までに学校にはおよそ100万円の支援金の申し出や、弓道用具の提供など30を超える支援の申し出があったということです。大会までほとんどできないかなって思ってたんで、こんなに良くしていただいて、こんなにたくさんの時間を取ってもらってすごく嬉しいです。久留米高専弓道部は9月1日から兵庫県で行われる全国大会へ出場します。